前回の動画で森吉氏のオートノミアとの対立関係に あったのは、後醍醐天皇だったという御座雄一さんの説を取り上げたんですが、その点に関して森吉氏のめぐって、足利尊氏との関係や後醍醐天皇との関係を太平記は、太平記の語り手、筆者はどのように捉えているかについて紹介したいと思います。第一の評価なんですけど、国中がすでに平和になった時に、森吉親王は天台座主に戻って仏法と国家の繁栄に力を尽くすことが神仏の考えにもかなって、天皇のお考えにも背かなかったであろうということを言っています。で、森吉親王が無理やりに征夷大将軍の位を、後醍醐天皇から、もらったこと、これを、あまりよく捉えていません。で、森吉親王はこの後贅沢をしたり、不正をしたり、人々の非難を浴びたということ、そして武器を収めないのは尊氏を討つためだったということを書いています。で、さっきの動画で、部下たちが強盗を働いた時に尊氏がそれを処分したことを恨みに思っていたということが記されていたと思うんですが、ここで、森吉親王のその部下ですね。部下がかなり尊氏のことを悪く評価して讒言があったということは書いてあります。で、太平記は尊氏はそれほどの、咎めを受けるようなことはしていないと。ただ身の危険を感じたのはあっただろうということは書いていて、前回お話しした通り、森吉親王は帝位を狙ってますよということは、の連詩を通じて後醍醐天皇に報告した。それで帝の怒りに触れ、森吉親王は、騙して、呼び出されて、捕獲され、勤労押し込めの措置を取られます。はい。ただ、太平記はここでも、森吉親王から見た視点ですが、讒言があった。尊氏のやったことは讒言だという評価はしています。はい。二つ目の評価ですが、森吉親王は自分の知らない前世の悪業までを考えてみたとあります。前世の悪業があったというのは、太平記ハイライトで、円観上人、鎌倉幕府、朝服の祈祷をしてたということで、その、北条高時の命で拷問を受ける直前で奇跡の、気づいが起きて、拷問は、されなかったけれども、追放された、ということがありましたよね。その時に、前世の何かこう、因果があるんだろうという評価を太平記の語り手はしてたんですが、ここでもその森吉親王のことはそのような評価がなされています。で、森吉親王は帝に手紙を書いたんですけれども、なんか面倒を避けた役人がその取り継がずに捨ておいたということが書いてあります。で、また、この勤労押し込めの措置というのは、足利尊氏の考えであると。そういうことも書いてあります。足利尊氏はこの後中仙台の乱が起きた時に、鎌倉で自分の監督下に置いていた、森吉のこの人こそが、当家足利家に仇をなすものだということで、そこで、殺して鎌倉を去るわけです。このことについては世間の人々も、いずれその忠義の、身に、その報いは、帰ってくるだろうということを評価している、非難しているといったことが書かれています。足利尊氏の最後っていうのは、ちらとは、初めての太平記で触れたんですが、次の動画と次、その次の動画でまた触れたいと思っています。はい。で、三つ目の評価なんですが、森吉親王は、その後醍醐天皇に宛てた手紙の中で、心静止して心国傾くという中国の故事を、出しています。これ、重いです。太平記の語り手は、これを、引き合わせて、おそらく後醍醐天皇を暗に非難しているところがあります。この故事について、簡単に触れますと、秦国の建康の、亡くなった妃の、成教の子が、
この神聖なんですけれども、その、健康は、5歳をもらって、その人はディキーという人だったんですけど、女性だったんですけども、寵愛します。で、このディキの子を定義につけたいと思うわけですよね。で、そうしたときにディキという人は、神聖と、まあ、その、あと二人の兄弟がいたんですけど、取り除きたくて、まあ、陰謀を巡らせて、策略を巡らせて、三人を死に追いやることに成功します。で、この後、考えなしの健康は、まあ、思った通りに、その、力の息子を、定位につけて、まあ、どうでもいいような部下に、申告を、滅ぼされる結果となります。で、太平記の、筆者は、後醍醐天皇が、一度、廃されたにもかかわらず、帝位に再びつけたのは、森吉親王の武功によったのに、どうしてその小さな過失を諌めて許してあげることができなかったんだということを言っています。この故事を引き合わせて、まあ、これから起きることをもう知ってるという視点で書いてますから、我々に示しているわけです。読み手の方、聞き手の方に示しています。で、四つ目の評価です。四つ目の評価は、この後、後醍醐天皇のもとに、円谷高貞より、珍しい馬、春馬が献上されます。で、周りのおとり巻きたちは、これは、吉事だっつって、良いことだと言って、もう、ちやほや持ち上げるんですが、までの工事、藤房という人だけは、やはり中国の故事を引いて、これは、吉事ではありませんと言います。昔の、その中国の、その漢の、文帝、それから五漢の後武帝は、その、もらった馬を捨てていますと。自分のものにしてませんと。それ、一方で、そういう珍しい馬に心を奪われた、周の牧王は、この後、政治を、おろそかにして国は滅びていますと言っています。で、漢の文帝に至っては、その、こんなに足の速い馬に私が乗って漁港した時に、後ろからその臣下たちがついてくるのに、私は一体どこに行こうっていうのかって笑って言ったって、で、その輸送費を払ってまでこの馬をもらった持ち主に返したって言ってるんですね。で、この頃後醍醐天皇は、台を、こう、新築したりとか、その、まあ、遊興にふけったりとかしていて、もう、還元、までの工事、藤房は、それはいけないということで、還元をたびたび行っていたんですが、とうとう見限って、出世と恩勢をしていると書いています。森吉親王に関しては、最後その、亡くなった場面についても、人々がそれを非常に悲しんだと、この報いがどうなるかということを言っていた、ということを書いています。そういった点で、太平記の語り手筆者の矛先というのが、まあ、暗にですが、どこに向かっているかっていうのは想像されるかなと思います。それでは、今回はこれで終わりにします。また次回。